この動画は、令和6年度江東区認可保育園等の申し込みの際に必要となる家庭状況届の記入について、特に注意すべきポイントを解説するものです。なお、江東区のホームページで書類をダウンロードいただけます。記入例を付けた Excel 形式の申し込み書も掲載しておりますので、パソコンでの入力が可能な方はぜひ活用ください。 記入の際には事前に入園のしおりをお読みいただき内容をご確認の上記入してください。保護者が育児休業を取得されている場合は復職予定日を記入してください。なお勤務先と復職予定日について確認ができていない場合は予定の日付で記入してください。短時間勤務について取得予定がある場合は ありにチェックをした上で勤務時間を記入してください。取得予定がない場合はなしにチェックを入れてください。取得予定ありで勤務先と調整ができていない場合は予定の時間で記入してください。なお、休憩時間を含めて4時間以上の勤務時間があれば元の契約時間で指数計算されます。単身赴任について赴任中や 不妊予定がある場合は、不妊中予定ありにチェックを入れてください。転職・離職予定について、予定がない場合は、なしにチェックを入れてください。転職・離職予定があって、日付が確定していない場合は、予定日で記入してください。出産の項目について、 保護者の申し込み自由が出産ではない場合でも出産の予定がある場合は出産予定日を記入してください。心身障害の項目について身体障害者手帳愛の手帳精神障害者保険福祉手帳をお持ちの場合は手帳ありにチェックを入れた上で手帳名や等級等をご記入してください。 申し込み以降に、引っ越し予定がある場合の項目について、転居先の住所が確定していない場合は、市区町村名などをわかる範囲で記入いただき、引っ越し予定日も合わせて記入してください。祖父母の状況について、年齢は入園希望月1日時点での年齢となります。申し込み時点での年齢ではありませんので、ご注意ください。 また居住状況や職業等の項目も漏れなく記入してくださいなお連絡が取れないなど状況がわからない場合は居住状況は不存在にチェックを入れてください同居している65歳以下の祖父母が働いているまたは病気のため保育に当たることができないなどの場合は在職証明書や医師の診断書など 保育にあたることができない状況が確認できる書類の提出が別途必要となります。必要な書類の詳細は、令和6年度入園のしおりをご確認ください。申請児童を除く扶養児童の項目について、年齢は入園希望月1日時点での年齢となります。申し込み時点での年齢ではありませんのでご注意ください。 なお、記入いただくのは18歳以上のお子様を含めたすべての扶養児童となります。家庭状況届の注意点の解説については以上となります。